何らかの対戦ゲームをプレイする場合、拮抗した展開になるのが一番面白いのは言うまでもないですよね。腕前が大きく離れているとゲームにはなりません。だけど実際には腕の差というのは残酷なほど大きくつきます。そこで対戦ゲームには時折ハンデのようなものがつきます。極端なものはマリオカート。普通のレースゲームにはほぼ必ずついている。順位が遅れるほどスピードアップするブーストはもちろん、アイテム面でもかなり優遇されます。まあ、トップの人を引きずり下ろすような展開になりがちで、フェアであるとは言えませんね。こういった要素を嫌う人もいますが、カジュアルなゲームならぜひ入れるべきところです。実力が1位の人がずっと1位を取り続けるようなゲームってのはやっぱり面白くありません。これがオンライン大会とかだったらまだしも、普通のご家庭内では勝ったり負けたりさせるのが正しいし、それがカジュアルゲームとして支持される条件の一つではあるでしょう。ところがスマブラはというと、基本的にそんな忖度はしていません。カジュアル寄りながら実力をしっかり反映させる方針にしたかったので、例えば負けていると攻撃力が強くなったり吹っ飛びにくくなるという仕様は原則的についていません。セフィロスの片翼システムなどキャラクター個体としてはハンデめいたものがつくものがありますが、これは固有の特性ですね。共通のシステムとしてはただ一つ、スマッシュボールはリードしている人は取りにくいという要素はあります。最後の切り札ゲージも負けている方がたまりやすいはず。同時に地形やアイテムなどによっても勝敗結果に揺らぎを生みます。つまり最後の切り札、アイテム、ステージ、ついでにチャージ切り札など何でもありのルールにするのがパーティーゲームには合うかと思います。それはともかく、私としてはスマブラなどの対戦ゲームは主にそれぞれのご家庭の対戦環境というのをメインに据えています。だからオンラインと相性が悪いところもあります。実はスマブラ X の企画書からそういうの書いてますけど、友達や家族同士などでプレイするならちょっとデコボコしたところは行ったら直せます。何らかの乱闘ゲームをするような時、例えばハメみたいなものがあってもズルするなよって言えば、言って禁止にすればそれで済む話です。かえってそれが楽しさとか思い出になったりする。まあいびつで良いということですね。私も子供や初心者と対戦をするときなど、スマッシュボールを拾わせたりわざと攻撃を食らったりはします。そういう人力で行うことこそ最大の効果的なハンデと言えるのではないでしょうか。でも皆さん一応忘れてるかもしれないのでアピールしておくと、スマブラにはオートハンデという仕様があります。これも試してもらえると嬉しいんですけどね。